新の2000は2200オール。これでもう全然わからなくなりましたね。トップまでありますよ。ありますね。そしてこの手、嬉しい。ドラはウーマンです。赤ウーマン持ってる、はい、竹原選手いいシャンテンでしたね。入りましたよね、はい、いいシャンテン。ピンサプローソーだ。でも滝沢選手を見せてくれましたね、今の押しは。いや、しびれましたね、はい。でも上がりきっちゃうんじゃないかなって思っていました、はい。しかもね、枚数は小林選手のリーチが一番残ってたんですよ。そうですね、小林選手ももう気迫がありましたね、リーチに、ね。白熱の難の2局を経まして、茅森連チャン中です。滝沢ソーズで2面打できました。イーピンかチュンか難しいとこですね。イーピンを切る時の思考は本一ですね。本一ですか、はい。さあ小林、他の人の気迫見届けながらも自身も参戦、まだまだトップ目です。早森いけそうじゃないですか。いけそうなんです。ただ萩原選手がいつ3ピン引くか。でも3ピン引いたら来ますからね、スパッと。3ピンは小林に1枚、そして萱森が2枚持ってますね。あ、ということはスパッとなりづらい。スパッとはなりづらいけど1枚はいます。でサブロスを先に引いたらどうするかですよね、問題は。これでサブロスを引いてもいいピン、2ピン落としになりそうですね。4、5、6、3色などを狙っていくでしょうか。本一になりました。はい、竹澤チュンも重ねて本一かなり行きやすくなりましたね、はい。さあ難波で難統一にしました小林。得意の手ですね。こういうのは恐れず仕掛けていきますからね、小林選手は。難赤一へよし、はい、流そうっていうことですね。いやでもドラ来たぞ。いやこれは泣いてでも上がりたい。単八尾で泣いても1万2000点以上、はい。ウーワンさえ切らなきゃ1万2000になるんで、うんうん、泣いていくでしょうね。いや茅森ね、先ほどのリーチ対決を制したことで大チャンスつかめるかもしれません、はい。これ3ピン切りそうで3ピンはポンできますね。ですね、ポンだ。これはポンポンだ、これならね単葉が確定します、はい。もうドラといつ固定しちゃう。そうですね、残すのもありましたけどドラ表示牌で危なすぎるんで先に切った感じですね、はい。萩原選手ペン3ピンが目に見えて悲しみ。でももう外すっていう決心がつきますね、はい。あ、なるほど。見てくださいよ、面前でいけちゃうの。え、数万残すあります。ありますね。ただ数万に例えばリャンワンとかローワン引いた時は本当に寂しいんで、つまらない、はい。こうしたらもう全部嬉しいじゃないですか、うん。受けは狭いけど全部嬉しい方を優先しましたね、はい。小林チートイツのいいシャンテンになっています。あ、数万残せば、これがあるんですよね。ただバランスでしたからね、攻守の、はい。ああ茅森の高打点がすぐそこに。滝沢も高いぞ。チーだ、チー。これチーしてウーワン切ったらあんまり高く見えないかもしれない。でウーパーソー待ち、はい、切りますよね。単野をドラドラか1万2000の転売ウーパーソー待ちです。ただスーワンウーワン落としを明らかにしてるんで、はい、こいつはおかしいぞとなるわけですよ。おかしいけど待って、滝沢パーソー使える。超本手になりました。ここは本一一気通貫赤ペンチーソー待ち跳ね回ります。はい、降りれないですね武田選手、何引いても降りないと思います。ただこれチーソー3枚ある山に茅森選手の仕掛けめちゃくちゃ怖いですね。やっぱりウーワンあんこ切りにめちゃくちゃ見える気がする。待って、小林パーソー一応持ってますけど、パーソー多分切らないと思うんですよ。いや、わかんない、切るかな。これこう、いや、そうですよね、うん。これはもう明らかにおかしいんで、茅森選手が茅森の現物の急走切り、はい。いや、茅森はもう絶対上がりたい。1万2000点の転敗です、はい。ウーパーソー待ち。滝沢選手も絶対上がりたい。1万2000点1万2000点の転敗です。上回ってから積もった。36,500、36,600、美しすぎる上がりが出ました。でも本一一気通貫が36,000の一本は3,100、6,100、高打点の応酬だ。いやー、これは見事でしたね。あの自敗切らずにいいピン取り落としたのが良かった。